教室の窓辺にはうららかな日だまり、あとわずかの春のカレンダー。授業中見渡せば同じ制服着た仲間たちが大人に見える。それぞれの未来へと旅立ってゆくんだね。その背中に夢の羽が生えてる。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。私たちに明日の自由と勇気をくれるわ。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで誰かがきっと祈ってる。新しい玄関して